ただただその目の前にあるものを誰よりもうまく描きたいとか、もうなんかただそれだけだった感じなんですよね。書き写す書から表現する書へ。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は書家立花京美。書道教室を開く母に手ほどきを受けた彼女が行き着いた芸術とは。ちょっと思春期の頃は何でしょう、あんまり書道というものがかっこいいことだっていうふうには自分の中で思っていなかったので、でもやめることはしなかったんですよね。やってることはあまり言わなかったんですけど、まあ、単純に、まあ、字を書くことに関して、まあ、負けたくないっていう言い方だと、まあ、なんか変な感じになっちゃいますけど、そういう思いがあったんですよね。その頃ずっと文字と対話しながらこう制作をずっとしていて、でもそうしてもいく中で誰かが作った形を借りて表現をするというよりも自分自身の形で表現をしたいというふうに思うようになって、文字っていわゆる語源とか次元とか、なんでその形になったかっていうその背景がありますよね。なんかそういう古代の方の思いを汲み取りつつ自分自身の形を表現することができたら、これも一つの書における表現の一つになるんじゃないかなっていうふうに思えて、今のようなスタイルで制作をしているんですけれども、文字が生まれた背景や文字が持つ意味の全てを表現する。本当一瞬なので、どんなに大きくても数分とか、小さい作品になると本当数秒とかの中でその作品が仕上がるわけで、まあ、どれだけその一瞬を自分自身がつかめるかどうかとか、でもどっかその自分の中で迷いがあったりとかするとすぐ線が鈍るというか、そうするとあっという間に作品として成立しなくなるので、まあ、その一瞬をどれだけつかめるかどうかっていうところはいつも大変だなって思うところではありますけど、でも書けないけど書くしか答えはないので書いて、また墨を吸って書いて、また墨を吸ってを繰り返していくという感じですけど、文字の新たな世界をしたため続ける、そんな立花京美のブレイク前夜。やっぱり文字ってすごくもう奥深い世界なので、そういう文字ときちんと向かい合いながら、まあ、自分自身の形というかをその都度その都度きちんと生み出していけたらいいなとは思います。